はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ついに、最終回、このおせち、なんだろうね、クリスマスケーキなどおせち、カタログ徹底調査、2023、一応今回で最終回に、なるのかな、というところですね。いやー、なかなか、手が回ってなくてね、なかなか、うまいこと紹介、できなくて、えらいドタバタ、遅れてしまったんですけど、イオンですね、最後に、やっていこうと思います。で、イオンは、どうも、イオンリテール、いわゆる、イオンっていう名前でやってるね、ところと、昔のジャスコの感じですね、のところと、マックスバリューと、ここはカタログは完全に分かれてますよ、と。で、もう一つ、そのマックスバリューはですから、今回は、総会の方を取り上げる形になりますけど、で、イオンビッグ、なんも、ビッグは別のカタログがあるみたいなんですけど、ちょっとすいません、カタログの入手ができなくて、で、インターネットに転がってねえかなと思って、今、サイトを調べてみたんですけど、残念ながらちょっと、見当たらなかったので、ビッグはどうやら別であるらしいっていうのをちょっと念頭に入れておいて、イオンの紹介とかをしていこうと思います。で、イオンは、ネット、とで見ていくと、あ、あれが出してない。さあ、こっちの画面にしましたけどね。ということで、イオンのサイトに行くと、こんな感じでバーっとあって、キャンペーンのところにね、出ています。おせちと、クリスマスも、ん？あれ？クリスマスどこに行った？クリスマスケーキ、あれ？あれ？ああ、だいぶ手前の方にありましたね。クリスマスケーキとあります。でも、ここからデジタルカタログに飛べるんで、イオンの方はね、こういう中にデジタルカタログがあるんで、こっちのデジタルカタログを見ていこうと思います。っていう形でさ、見ていきましょう。ケーキは、ショートケーキ。いちごの、あれですね。縦に入ってるんで、相当いいやつでしょうね。で、押したらもうそのまんま予約のところとかにも行けるような感じになってるのかな。なるほどな。このタイとかも凝ってますね。ちなみに、細かいデータとかは実は YouTube、で、どうもリンクあるらしいんで、ちょっとこれもリンク探して、貼っときます。ということでですね。クリスマスパーティーメニュー、デジタルカタログ、で、またデジタルカタログに戻ってきましたけど、こんな感じで、案内のところに行ってね、オンラインでそのまま注文できますよって感じですね。で、パッて見ると、パティシエケーキっていうね、これはイオンがパティシエさんと組んでやってるやつっぽいかな。他のところ見ないです、ラインナップですもんね。この中で少し贅沢な時間を大切な人と一緒にということで、これは、菊池健一シェフ監修ってことで、モアティエの2023。あら、美味しそうな。いちごソース、すごいですね。キャラメルの声が。ミルクチョコレート、ムース。あ、ミルクチョコレートムースか。チョコレートムースなのか。そうか。彩りが鮮やかすぎて、なんかチョコレートムース感がちょっと、見えてなかったんですけど、これ、チョコムースなんですね。あ、見てみるとこんな感じで、なってますね。なるほどな。はい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 。いろんなラズベリージュレールとかがわーってあるんであれですけど、下の、そこの層が、こんな感じで、2層になってて、あ、なるほどね。ハーフ&ハーフみたいな感じになってるのかな。なるほどね。不足の味を楽しめる華やかケーキということで、これが4000円。税込み4320円と、はい、なってますよと。で、他には、こっちの方は、土屋浩二シェフ監修。これですね。これは上か。写真順に行きましょうか。こっちは、銀座ブールミッシュ、店主の吉田菊次郎さん。ということで、パイタルトにプリン生地とバターでソテーしたリンゴ、カラメルムース、カスタードムースを重ねました。お好みでカラメルクラッシュをかけてお召し上がりください。かなり本格的なケーキがわーっと並んでますね。これが、クリスマスシブースと、4320円と。で、いやなるほど。いろんなバリエーションが来ました。チョコムースのハーフ&ハーフと、これが、プリン生地、パイタルト、プリン生地、バターソテー、したリンゴ、そうですね。で、こっちはザっていう感じのショコラって感じですね。ほうじのカカオの風味、ベリーの酸味が感じられる味わいということで、ベリーソースがちょっと挟まってるのが、あれになってるんですね。なるほどな。ただ黒いだけで出るぞと。すげえですね。生チョコとブチ、横のブチケとか、チョコのスチ、チョコの風味と不食感のカーテンとか、絶妙ということで、これまた、土屋浩二シェフ監修、ノエル、お、ショコラ、フランボワーズ、
ノエル・オ・ショコラ。これ、オ・ショコラ。オ・ショコラ。フランス語？フランス語？フランボワーズやから、そっか。まあ、フランス語か。ですね。まあ、ノエル、クリスマス。で、オブ、ショコラなんで、チョコレートですね。フランス語だとしたら、クリスマス、英語にすると、まあ、クリスマス・オブ・ザ・チョコ、オブ・チョコレートみたいな感じですね。うん。フランボワーズ。っていう感じのになるのかな。4,300円だと、それであるんですね、ここら辺。なるほどね。書いてあるのは、これは、テオプローマ。テオプローマ。あ、店の名前か。なるほどね。テオプローマをオープンと。そうですね。そういうことですね。なるほどな。で、さらに、こっちにあるのは、これ、すごいな。よく見てみたら、これ、金粉、いや、じゃなくて、あら、すごいね。こういうような感じですね。で、さらにこっちの方は、また、これまた、面白い。ほっこり焼き芋のレアチーズケーキ。へー、かなりオリジナリティですね。しっかり弾力のある食感が特徴のさつまいものフランと、ふんわり軽いクリームチーズのシブストを合わせました。キャメリゼの香ばしさとほろ苦さがお芋のチーズの風味を引き立てます。ということで。あらららら ら。第三万年度離れ。へぇ、どちらの方、方なんやろ。辰野市、はぁ、兵庫県辰野市で誕生し、創業360年歴史を誇る、新鮮和菓子屋さんなんですね。第三万年度で合ってるかな。見た目も可愛らしく似たりました。新スタイル。わーなんだ。わーのケーキで芋なんだって。うめぇな、これ。あー、なるほどな。うん。そうか、こういう、ああ、そっか、クリスマスケーキとしては、ね、見ない形ですけど、いや、これは普通に毎日食べても飽きなさそうなぐらい、良さそうですね。いいですね。定番品でいいじゃない、これ。すごいですね。これも4,000円と。で、さらに、こっちの方には、ノアさんの、木の実のチョコレートケーキがあって、っていうような感じで。かなりオリジナル系の、開発のがいっぱいありますね。青山フロマージュ。これは、クワトロフロマージュケーキ。クワトロってことは4種類の、4つって意味ですかね。クワトロ。キャトーとかね。クワトロって言うと、ラテン語系な読みな感じがするけど、アンドゥとシャトーやもんな。カトー。サンシがフランス語を読みだったはずなんで、クワトロって言うと、イタリアとか、スペインとかだとこんなような感じの発音になったような気がするけど、あんまり詳しくないんでやめときます。なんなら、うちの視聴者さんに、実はスペイン語できる人とかもいるみたいなんでね、あんまり下手なこと言わんようにしよう。そうだ。思い出した。いるらしいんだよな。そう。なんやかんやと、なんやかんやの登録者もね、400人とかになってくるので、なんやかんや結構ね、語学が得意な人だったりとか、いろんな人がいるみたいでね、ちょっとそこら辺もね、気になるところだったらコメントにしてもらったら、バリバリ、出てきますっていう感じですね。で、スポンジ生地、クリームチーズ、マスカルポーネ、カマンベール、ゴーダの4種のチーズですね。やはり4種ですね。消費者クリームも、サンドしたチーズケーキ。うまそう！やっぱチーズケーキつけたらこういうのいいですね。チーズホイップクリームでわーっと入ってる。4,500円と。税込み4,860円と。で、さらにこれはラベットラさんですね。ラベットラさんは他のところ、他のところで見たのとちょっと形違う。4種類コーヒーシロップを買ったそこで多分ティラミスですよね。そうですね。ラベットラティラミス。もう覚えてきましたね、この辺りは。ラベットラティラミス。でもなんか他のところと違うような気がする。3200円。ちょっとまた後で見比べようかなとは思いますけど。こんな感じですね。なるほど。で、さらにコーヒーシロップに足したショップサンド、キッチサンド。ほうほうほう。これは、ダロワイヤ。ふわー。オペラケーキ。オペラですよ。あららら、金箔スプレー吹き付け、金箔を貼り付けとか、プラチョコの関西で、これ、豪華な感じに仕上げてますけど、フランスの、パリか、
の、ところってことで、ザロワイ。で、ロワイヤルみたいな感じで、いわゆる、ロイヤルってあるじゃないですか。王室とかで使う、ロイヤルファミリーとかって言ってね、英語だとロイヤルって言いますか。あれが、フランスだと、ついそのまんまでロワイヤルってなるんですよね。これをワイヤって言うんですよね。この Y と A ってあった場合に、ヤウってするんじゃなくて、ワイヤウっていうような言い方にするっていうのがフランス語読みの特徴ではありますね。かなり、ですから、ロワイヨ。ロワイヨ、なんだロワイヨ、だ、できるのかな？どういう、ロワイヨ、まあ、高級とかそういうような感じの意味合いだ、になるのかな？いうような感じになりますけど、単純に人の名前かもしれません。創業した方の名前かもしれませんけどね。っていうのがありますね。なるほどな。シンプルイズベストな感じですね。いいですね。っていうのがあります。有名シェフのところがまずラインナップであるっていうのが。で、これが特徴ですね。で、さっきのところにあったケーキはまた別なのかな。表紙にあったケーキはこっちですね。デコレーションケーキということで、これオリジナル開発かな。フレジェ。多分、自前のブランドでしょうね、イオングループの。うん。14粒のイチゴを贅沢に使用したケーキ。まあ、自社開発、そして、業界1位2位を争うね、イトーヨーカドーと今、多分、イオンとしての、総合スーパーとしての売上規模で言ったら、今、イトーヨーカドーよりも大きいイオンですから、多分、業界最大手ですよね、今。うん。ですから、それは当然、自社開発能力もバリバリにあるわけでございます。ですから、このあたりもプレミアムショートケーキとか、これなんか入ってきますね。これはかなり強気ですね。かなりこうドーンと入れて、これ6200円ですもんね。さっきの有名シェフと組んだやつよりも値段入れてますけど、その代わり14粒も入れてますからね。すごいですね。生クリームたっぷり。これは豪華。かなり背の高いやつになってるんで。サイズ的にはこれ5号サイズになってくるのかな。直径13センチとはなってますけど、13センチだから5号サイズもないのかな？5号サイズぐらいか？ですけど。いやー、ないですよね。13センチは。でも、その分高さがすごくありますからね。すごいですね。はー。でも、イチゴを丸っと入れちゃったんです。すごいですね。これはすごい豪華。で、これは、イチゴチョコレートケーキ4号ってことで。これは普通のチョコレートケーキ。な感じですね。5号と4号とありますよということで、こちらでございます。写真は5号かな。なるほど。ケズリチョコさんのチョコレートケーキということで、スタンダードなケーキですね。で、こっちの方にさらにスタンダードなショートケーキとかもありますよと。ベリーのデコレーション。まあ、これはちょっとデコレーションケーキになってますけど、3400円であったりだとか、あとは、鎌倉ですね、スノードーム。丸ごと5個、カスタードホイップクリームで包んでありますよ、というね。この形のやつも最近はどんどん増えてきてますね。ラインナップとして。はい。で、さらに、ザっていう感じの定番、チョコ、ショートケーキ。4個、5個、6個と取り揃えがありますよ、という。しっかりと1個も入ってね、角切り1個も入っているっていうところがちょっと、味噌かなっていう感じですね。なるほどなっていうデコレーションケーキが入っておりましたと。で、さらに、キャラクターケーキがいろいろと入ります。やっぱし、お子様のいるところとかをかなり意識して、ファミリー層を意識しているのがすごく出てますね。ここで、こんな感じで子供の笑顔にお皿盛りしてあるということで、こんな感じの動物たちの口とか、これのオリジナルなのかな、で作ってるのがありますよと。これは他のところで見ないですもんね。で、さらにアンパンマンマリーのキャラデコは、これは、すみっこ暮らしですね。すみっこ暮らしもありの、はいはいはい。アンパンマンがありの、こっちは、やはりプリキュアでね、入りますよ。仮面ライダーに、キングオーヒャンもね、いますよということでね、盛り上げ特典付きという形でございますよ、ということでございますね。まあ、スマホからも予約できますね。この画面をね、ピッても読んでもらったら、すぐ行けていいんじゃないの、ね、っていう形でございますね。で、さらにめくると、さらにプチデコレーションってことで、ちょっと小さめの、前回もありましたね。この七色な感じ。七色というか、まあ七色いろいろ色入ってますよね。
この、自転車羽のケーキをカットするオレンジ、マンゴー、レモン、マスカット、青リンゴなど様々なフルーツの風味と鮮やかなグラデーションということで、クリスマスパーティーを鮮やかに彩る天使のプレゼントというタイトルですね。こちらの方は2500円でありますよということですね。11センチじゃない、かなりちょっと小さめのケーキになってますよね。ですから、バリエーションとしての大きいケーキだけだと、ちょっと、ね、あれですし、っていうような時とかに、プラスアルファどうでしょうって感じですね。一人だったらこれで十分ね。女性の人でもワンちゃん一人か二人でも、女性二人とかでね、ちょっと、楽しく友達会みたいなのでも良さそうですよね。なるほどな、って感じですね。で、さらに、猫猫トロリンキャラメル、ふわもこ、もこねこチーズケーキとかで、バニラムースケーキに、チョコムースケーキと、この、もこもこないとかありますよ。これもまたいいですね。10センチなんで。これ、ワンちゃん大食いだったら一人でも全然いけますもんね。山田さんいけるな。はいはいはい。さらに抹茶ケーキとかもちょっとちっちゃめのサイズで 12.5 センチに。これも、キャラメルケーキも10センチってことなんで、かなり、一人から二人で食べるのにもちょうどいいよっていうぐらいのサイズになってますね。さらに、栗のモンブラン。まあ、それこそ、ね、それぞれ買って、三人でこれ二つ買ってっていうような組み合わせも、まあ、それでも4800円とかでね、いろんな、味ネット、ホールケーキを楽しめるっていうふうな、やり方もできますしね、ピッツァ、チョケーキとかも、7.5 センチの、そうですね、結構、いろいろちょっと食べたくなっちゃいますね。いいですね。なるほどな。プチデコレーションケーキ。まあ、プチですもんね。がありますよ、と。この台のラインナップの作り方はもう、やっぱし、イオンは、結構、大人数向けも、一人二人でやる人も、全部カバーしてるよっていうのが、やっぱ、イオン総合力ですね。感じますね。なるほどな、と。いったところでございますね。で、続いては、パーティーをいろいろ、バラエティのプリンケーキで、これ、プリンケーキですね。プリンアラモードケーキ。この辺とかも全部、ですか、オリジナルなのかな、自社開発なのかな、書いてないですもんね。で、さらに、アンティークよりも美味しい、チョコブラニーケーキ、アンティーク、ラズベリー。既製品で見ないですもんね、他のところで。パステル、これは、パステルプリンの鎌倉ケーキ、これはパステルか。なめらかプリンのパステルと。あ、そっか。ミニストップなんかでも提携してますもんね。まあ、もともとどっちも東海地方の会社なんで、チタカは、チタの方のね、会社ですし、パステルのね、ところは、イオンももともとこっちですからね、そうそう。そういう意味では、このあたりとかと、この辺の自然が流れから、で、イタリア国のモンブランと。はいはいはい。で、このあたりとかは、ザ定番品みたいな感じですけど、アソードケーキとか、書いてないけど、このあたりは、これ山崎のやつかな？また別かな？ちょっと分かりかれますけど、書かないのかな？そのあたり、山崎のやつとかっていうふうなことは。ブシロノエルと、ゴシロフルーツショートケーキとかも、あれオリジナルか？似てるのと違うのかな？で、フルーツタルトにバターケーキも、バターケーキも、そっか、これ山崎のやつとかとは違うから、自分のところでやってるのかな？シンプルな、あれですね、ソースのバターケーキもあるんです。自社でやってるのか？すごいですね。フルーツタルトもありますよと。はいはいはい。で、さらに大きいのになってくると、冷凍ケーキとかもありますね。アンリーシャンパーティーのショートケーキとか。C キューブ、いちごのティラミスサンダードーム、鎌倉が、ちょっとサフリンになってんだ。サンタドームね、はいはいはい、すごいですね。で、さらにゴーディーバーもありますよ、フェベルもあっての、ファラタイの銀線引き屋さんがね、やっぱ線引き屋ってない、ね、だけで、ちょっと、線引き屋ってなりますよね。うちらだって知ってること相当ですよね、やっぱし。あとなんかもありますよ、いやー。すごいなぁ。1、2、3、4。4種類。かける2。8個入り。8で割った8、6。8、5、40。1個500、50円くらい。さすが銀座線引き屋さんですね。すげえなぁ。これ下も一口サイズのあれですもんね。すごい。
さらに分からないのも、もう見ましたよ、もう見なきゃいけない。ピエール、これちょっと初めて見るかな、ピエールさん。があったりとか、クリスマスシャロット。あ、これちょっと初めて見るか。とかもありますよ、と。はーん。はーん。はい、ケーキ続きます。ホテルオークラに、マリオグレープとか。まあ、この辺はもう、見覚えのあるやつやってきましたね。ミスター、あ、これだけだけ、カサンネオは見たことないか。ミルクレープの、ダーマンフレールさん。これ見たことね、アールグレイだね。キハチさんに、ケンスカフェさんとかね、シーキューブさん。これもちょっと初めてか、ソードのチーズタルト。これがチーズタルトなんかもある、先生。で、ネットスーパーで、このプチケーキアソート。ネットスーパー限定で、こう、の後返しあるんですね。これ、フジテアのやつとか。なるほどね。で、さらに、低糖質のやつもあります。これは山崎の低糖質のやつかな。一緒だよね。あれ違う、ちょっとわからない。よいしょケーキという風になってますね。まあ、このあたりとかも、高木ベーカリーさんの、あれ、高木ベーカリーさんのとかになってたっけ？そうか、もともと、そうですね、仮面ライダーと、プリキュア、あれ？まあ、健康配慮ケーキ。あ、キャラレコだけど、キャラレコだけど、アレルゲンフリーのキャラレコってあんだ。あ、これ何？イオン先輩にやってんのかな？へぇー、そういうことですね。さっきあったようなと思ったらそういうことですね。アレルゲンフリーは、まあお子さんが最近小麦あげる時をもちろん、お子さんとか一緒に多いですからね。そういうことか。に配慮して作ってあるやつと。あるんですね。すげえな。で、さらに、アイスケーキもありますよ。ゴディバに、アフタヌーンティーのやつとかね、マカラビアなんとかもありますよ、といった感じですね。はい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 。はぁー。で、さらにセット割りということで、やはりイオンをね、イオンが、かなりこのあたりです、総合力で、もうね、攻めたいよというところで、作ってきてますね。いろんな総菜のやつも一緒にパーティーとして出てきて、で、合わせて7500円でセットになって、セットでお得になるよっていうような感じのやつもあるみたいですね。なるほどなぁ。はぁ、お得なセット割もありますよと。まあ、これはさすがイオンって感じです。で、さらに、パーティーミニもいろいろと出てますね。オードプルも、出てますね。若鶏の桃照り焼きやらとばーっと入ってますけど、フライドチキンセットとかね。ブームチーズバーガーセットなんてなんですね。で、まあ、お寿司もね、イオンですからね。まあ、当然、全部ね、自分のところで取り扱いがありますからね。で、さらに、ワインとかも結構書いてありますね。なるほどね。ボルドーさんですと。ボールチキンに、ロブスターとかもね、あ、そっか、ソップバジルで10倍でね、もうありますし、ソーレンもね、ちゃんと、ありますね。なるほどなぁ、といったところですね。シャインマスカットもありますね。うわぁ、冬に食べるシャインマスカット、うわぁ。ハウス栽培でとかできるのか。すげぇなぁ。と、いろいろとありますね、といったところでございました。で、宅配ロードブルなんかもいろいろとあります。やはり、ちょっと、アイテム数はすごいですね。さらに、冷凍食品ガールの、ね、冷凍食品をお届けして、そういうやつも、とかもありますね。っていう感じで、ラインナップとしてかなり豊富な、シェアのぞいになってます。さらに、まだまだありません、ね。予約、本格冷凍グルメね、グルメ系のやつもいろいろとありますね。はいはい。これはでも冷蔵でね、お届けられるよっていうのが、やっぱり、総合力の力ですね。っていう感じです。で、店頭受け取りと宅配とかありましょうということなんで、まあ、詳しくはね、気になる方はまた、しっかりと、学んだり、カタログでね、ダウンロード、あるんで、ぜひ、そのダウンロードからね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。やはり、総合力すごいですね、というところですね。で、さらに、おせちもありますよ、と。おせちは、ここですね。データカタログと関連部分がありますんでね、また、ぜひ、でもこれ YouTube のやつみたいなんで、
家電のやつ貼っときますね。またこれも見てもらったらいいんじゃないかなというところなんですけど、デジタルカタログでは見ていきましょう。さあ、おせちはどんな感じなのか。やはり多分アイテム数が多そうですね。ちょっと心して見ていきます。32ページありますもんね。多いな。おー、がっつりありますね。じゃあ見ていきましょう。まずやはりトップバリューですね。1枚の和洋三段重ということで、通通いということで。19,800円、21,384円で、うわ、肉だね、肉。三の重、三の重が三重になってるのが、やっぱし、三重の、も、ね、もともと三重の企業っていうね、あれですね。で、すごいですね、どんなさ、魚介のアヒージョ、鶏のミートボールシチュー、ローストビーフ、オリオンマリエ、スモークサーモン、ケッパー添え、パスタ。おせちだったよね。すごいな。はあ、もう、かなり洋を意識したラインナップになってます。ここは和でしょうね。和を意識したところ。で、ここ、まあ、ここも、比較的和洋折衷な感じかな、真ん中が。はいはいはい。になってますけど、基本的にもう、クラシカルなところはここでもう一段でまとまってて、あとはもう、豪華、美味しそうなものをいっぱい積み込みましたよって。いやー、わんぱくだ。なんてことだ。集いですね。ね、おじいちゃんおばあちゃん。結構世代向けでもね、若い子とかだとこういうの好きですし。なるほどね。そうやって聞きますね。入れ方も面白いですね。和洋おせち、和洋中おせち、和のおせち、クラシカルのやつに、料亭のやつに、少人数用とオードブル、その他っていうような感じで、もうかなり、コンセプトごとに分けてるっていうのはしっかりわかりますね。で、さらに見てみると、和洋中おせちってことで、これも、有馬温泉と組んでんだ。へぇー。はたご？おぉ、すげぇ、当たっとった、はたごだ。なんでこれではたごって読むのか。当然そんな有馬温泉の有名なとこですよ。知ってるじゃないですか。はっはっはって言いたいとこなんですけど。あれですね、うちの動画でもちらっと取り上げた、はたご屋さんっていうね、ところが、この字ではたごって読んでたんで、それで知ってるんですよね。はい。なるほどね、っていうことですね。お味噌から楽しめるセットですと。なるほど、アニマのやつ。うわぁ、豪華。いや、肉すぎ、多いね。肉しっかり入れてくるね。あ、そこそば、月なんだ。あ、月なんだね。すごい。19,800円、21,840円と。2段で、いや、でもいろいろあるし、いいですね。なるほどなぁ。はぁ。こんな、対広島、はまき、ね、これ。主張水漬けの中身を大根と、巻きを、広島な。広島菜っていうのがあるんですね。へぇー、初めて聞いた。広島の方では有名なのか。でも、広島のスーパー行った時に、広島菜って見たことないんだけどな。一応スーパー行ったら、ちらっとね、なんか地元のやつっぽいのあるかなって調べるんですけどね。で、さらに、これを、ね、和洋中のおせちと、別に、ページごとじゃないです。これは和のおせちですよと。続いては、おもてなし重という形で、これはオリジナルかな？ほう。二段でね、わーっといろいろと入ってるのがあったりとか、これあったりとかも結構小さいお子様も楽しめるそうなやつとかから、かなりクラシカルおじいちゃんおばあちゃんまで、大人まで、幅広い年代にこれをまるような感じになってますね。ゲイカと、なってますね。さらに、こっちの方も、あら、あら、こっそりいるんでないの？あなた。赤月。2の12。あれ、あなた、こっそりいるんじゃなくて。無条理にハーブジェネリーズ。マリネ、ローストビーフ、リクラドレ、キノエキャンプリン、キャンパプリン、プクルス。あ、なれ、オマールエビかな？カクテルソース。ブロッコリーのコンソメ、そういうことですね。これは、オマールエビですね。なるほどね。なるほどね。うまいこと攻めてきますね。そういうね。もう、伊勢エビかロブスターかっていうね、あれじゃなくて、そこに食べられてるからね、あれになっちゃいますけど、これをオマールエビにすることによって、品目、アイテム数とね、バランスと幻覚とね、しっかりとバランスの取れた形が取れて、いい感じになるんじゃないのっていうことですね。オマールエビだって美味しいですからね。そういうことですね。なるほどな、18,440円で、19,440円の税込み価格となってますよと。なるほどね。で、さらに、これの、また和洋中で攻めてくる。
ドーンとあるも、多分これすごいラインナップの数だから、サラサラサラときますけど、5万部。これは芝浜前さん。へーっていうところのやつらしいですね。で、さらにこれ、あれは、迷うちゅうさんだね。キッション。これがオリジナルですよっていう感じで売り方をしてるんじゃなくてっていう感じなのも、ちょっと特徴的ですよね。なるほどな。結構、いろいろと、混ぜてあるというか、ですね。うん。で、今度はこれがクラシカルな和の説ですけど、いえい、やっちゃってる、これ。37,500円ってことはやっちゃったか。いったか。酔いすぎる国産原料ふんだんにしよう。そんなに文字を許して、伝統な実現。そうか、クラシカルやつはね、地味になってるのかなと思った。違った。逆だ。やってるね、これ、サイト。1の10に、高野豆腐煮と、先ほど昆布巻きと、伊勢海老と、エビ芋の最強味噌焼き。しかも、伊勢海老だからって言って、侮っちゃいません。まず、それは、もともと、さっきね、言ってますけど、伊勢の企業ですから。うん。伊勢海老だな。やってくるよな、ふわ。すっげえ。いるよ。伊勢海老さんいるよ、ふわ。37,500円。ふー。高いところの値段ってことですね。はいはい。で、さらに、今度は、これ、一段でね、まとめてるやつですね。なるほど。一段で1000と言ったら、かなり、ラインナップの、あれ、付け方が、メリハリがすごいですね。これは2段で25,800円で、水木。へぇー。冷凍なんだ。なるほどね。冷凍でお届けなんですね。いくらとかも冷凍できる、それすごいですね。あったりだとか。さらに、まだまだありますね。うわぁ。30、これを楽しむ場のやつも、やっぱもうラインナップの数がすごいですね。アワビやから、これも、さすがにこれはロブちゃんでしょう。2の10。真ん中のところにも、それでボイルドームしてロブちゃんですよね。焦った。で、まあ、この感覚でしっかりと、作ってきますね、そこにさすが。で、とか、竜なんだ。来年ね。で、ウストラウム、タツミカスのタツですね。で、ローストビーフや、まだ薬物メダル入っちゃう。冷凍して、ピアゾーミ、12,000円で、ありますね。うん。これはもうクラシカルな感じですね。なるほどな。うん。これは真ん中にあるんだね、エビの下は。ああ、もう、沖縄ハム。フグ叩き、ポン酢で、明太子か。明太子も入ってる。へえ。なるほどね。さらに、こっちも三段ジュレート。これは冷蔵ですね。冷蔵でトップバリューの喜びっていうことで、比較的コスパ重視のあれからラインナップになっておって、しっかりとクラシックなものも抑えてあるよっていう、ところですね。なるほどな。うん、はいはいはい。今日は2000円で入ってますよと。1のカムドニーとかが入ってるね。なるほどね。タスマニアビーフはもうやはりトップバリューですからね。自社のそういった、開発能力しっかりとふんだんに使ってきてるよっていうのと、さらにここに、は、木船若源太さん。料亭ホテル名店おせちっていうことで、カラスミ付き、やばい、えぐいんじゃないこれ。来たー。来たねー。いや、だってこれはもう神戸牛見えてるし、このね、ピーンって入って、ピーンってなってる、お伊勢のエビさんが。絶対、お伊勢のエビなんでしょもう。いやいや、この値段、ロブさんだったら怒るぞ。絶対ね、それはさすがに伊勢エビね。もう真ん中、一番上に書いてある。伊勢エビ、はい、すいません、それ、うわ、すっげえ。ぐぅ。寄付ね。はぁ、ウエンタさん、すごいですね。まあ、五段重ですって、もう、豪華。豪華すっげえ、京都。京都中心部の中で、鴨川の、水源地である京都北部の札敷なんだ。京都北部の方なんですね。
水の神様さん、貴船神、貴船神社って聞いたことあるな。なんか坂がすごいとこでしたっけ？なんかめちゃくちゃ登らないといけないところでしたっけ？ね、はぁ、すごいですね。行く。10万。高いだと10万円。税込み10万8000円。トップバリューってなってるけど、これは、大整備嫌がるじゃないの。小さんに整備しよう。シンプルに申し上げて。いや、これ、トップバリューでも作るのね。やっぱこの辺りがちょっとカタログ特徴的ですよね。自社ブランドでダーッと固めて、そこからコラボブランドのやつっていう風にするんじゃなくて、それぞれの和のやつとかそういうのに合わせて、自社のやつがあると、もう全部ぐっちゃに入れるっていうのが一つ特徴ですね、これ。イオンの、カタログの作り方の。5万円。超か。すごいですね。4段で。いやー、てか多分ね、これね、思うのは、ザっていう感じでハイエンドモデルをここに持ってくるのと、ここにさらに整備もしっかり入っているのに、トップバリューになった瞬間にパッと見た時にこれ5万円差じゃないですか。半額じゃないですか。1段減ってるけど。1段減って半額じゃないですか。ってことで、トップバリュー、だったらコスパ的に、さすがにね、10万円出すのちょっとできついけどさ、4段もあって、これが5万円だったら、いいんじゃねっていう風になってくる。ああいう戦略あるんじゃないかな。結構言う、こういうの、結構その、こう、楽さをつけることによって、売りたい商品に、こう、潜在的に回すとかってかあったりするんですけど、ラインナップ配置をするときにね、なんかすっとそういうような感じも感じるな。とはいえ、すごいですね。伊勢海老入れてこれる、やっぱ、力ありますね。イオンですね。で、さらに仙台屋さんのやつがあって、これはまたいるのね。いるこれあなたはあなたはロブスターね。はい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 。なるほどね。いやー、でもカニもいるし、いいですね。すごいですね。青いもんね、ちゃんといるもんね。仙台屋さんですね。はいはいはい。で、さらにこっちは、ゼニアさん。はい。金沢のゼニアさんですね。はい。ねえ、もう旬でありますね。ここは比較的おそろくせんやつでまとまってる感じですよね。でも、シュッとアワビとかいますもんね。はぁー、美味しそうではないですか。なるほどね。で、さらに、ホテルの寄せとか、7万円とかも当たりますけど。これだったら冷凍なんですね。なるほど。これは冷蔵か。別に冷凍で固めてあるわけでもないのか。一段中のやつがあったりだとかね、みのりさんのやつだとか、仙台さんのやつが、まあ、バットありますね。なるほどね。はい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 。下鴨茶寮。これは、鴨鴨の方なのかな？なるほどね。いろいろありますね。で、さらに、まだまだあんだよな。それがページ数がすごいからね、中村屋さんの、これは冷凍に、これあたりもそうですね、山文さんのやつとかも冷凍でわーっとありの、これは寺岡さんですね、はいはいはい、方の、やつもありますね。ふわ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 。冷凍でいろんなラインナップ、まあ、やっぱアイテム数がすごいですね。今日は金星の後にやってるから、すっげえアイテム数に感じるな。すごいですね。真逆ですもんね。まさにやり方としては。北陸おせちだとか。うわ、戦国の感じのおせち、今日のおせちのね、すごい。いろいろとありますね。まだまだ、まだまだあるよと。福吉さんともんのやつもありますよ。このラインナップのやつもありますよ。わあ、これだけ量が多そうですね。わあ、おさ、幼稚のコラボもあるし、これは、あれ、これ、なんかどっかで見た気がするけど、ローマン屋さんの、はい。洋風おせち、いや、で、やん、ロブスター、やん、あー、はー。
あ、さらに、タイメイケンも、洋食屋さんですよね、タイメイケンといえばですけど、もありますね。はいはいはい。へぇー。そして洋食店、モトキシェフ監修のやつもありますね。かー。この辺りとかは多分、QR コードで見てもらうと細かい品目とかが多分見れるんじゃないかなということでございます。QR コード、出しておきますんで、はい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 。はい、今この画面でね、はい、読むまでね、見てみましょうね。はい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 。はい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 。という感じになってるんで。そのままよくなんか蒸しやっていいんじゃないかな。はいはいはい。という感じですね。あとは、大谷さん、ニュー大谷さんですね。いますよね。さらに、銀座課長さん、京都翔山さん、すごい、すごい、いろんなのがある。正直屋さんですね。あとは、東海道さん。はい、はい、はい、はい。いや、いろんな、いろいろありますね。いやー、ね、本当にアイテム数がすげえ。で、さらに、まだまだ、まだまだありますよ。今度はホテル。ハイアットリージェンシー。よくね、ロイヤルパークホテルですよ。札幌グランドホテル、京都センチュリーホテルも、全国の名店のおせちが、もう、もう、ギョンとそれと、ギョン山本様、トップで、トップバリューもあって、6300、これ多分、一番安いですよ、これ。ね、すごいですね。うん。まあ、この飾りの作り方が、すごいあれですね、特徴的で。ここはだって、これ、冷蔵ですもんね。もう、面白いな。捕食承認するよってことで、こうやるという感じであるしですね。はぁ、で、さらに、なんかビストロードブルいますし、キャブイヤーいるし、これハイブリッド？いるねぇ、伊勢エビ、ヤフカヒレスカタリオ、あぁ、バルサード、もうドブル、うわ、伊勢エビいるの、うわぁ、えぐいぞ、焼き伊勢エビ、えぐいぞ、フカヒレもいるぞ、なんてこった、すげぇ、すげぇよぉ、洋風オードプルもありますし、スモライナとかすごいな、お肉とシーフード、わぁ、はいはい、これ、何で、オブスターだよね、さすがにね。これ、どうやったらこうなんだよ。伊勢海老チャルミドール伊勢海老だったーやべえチャルミドールって何かよくわかんないけど、とにかくすげえことだけわかるんで、ひゃほーすごいですね。で、さらに洋風オードブルもあります。これも自社感のね、トップバリュー。さらにトムハムのやつもありの、ソーダセットもあり、サンピドールさんのやつもありの。とにかく、ラインナップがすごいですね。もう、こういうのあるし、うわぁ、すごいなぁ。で、さらに、まだまだ、その他にもおせちあります。まだまだあります。アレルギー配慮設置、低糖質。はい。減塩に柔らかいやつ。はい。うわ、すごい。さらに、ペットおせちもね、当然あります。まあ、アイテムの候補ですね。お説明合わせディズニーなんかもあって、ディズニーともこんな感じでね、はい。いやー、っていう風な感じですね。ネットショップでもね、できるようになってます。リンクから飛んでもらったら、それはネットショップでもね、オーバーできるようになってると思うんで、まあ、ヨカイチだとね、別に、ちょっと歩けばね、どこになってイオンがあるんで、あれですけど、なかなかそうじゃない地域も、イオンだと郊外型スーパーなんで、基本的には、このね、三重県みたいな感じで、そんな、あちこちにボコスコ立ってるっていうわけではないと思いますから、ネットでの注文も非常にいいんじゃないかなというところでございます。なるほどな、という感じでございましたよと。で、さらにちょっと、マックスバリューがあると思うんですけど、ちょっと一回、ちょっと、喉を休めてから、マックスバリューの方をね、見ていきたいと思います。マックスバリューちょっと、まだ、ちょっと、カタログがね、ちょっと独特みたいなんでね、ちょっと、それあたりもちょっと、じゃあ、イオンとね、どれくらい違いがあるのかとかのも見ていきたいなと思いますよ、と。言ったところ、一旦イオンはね、こんな感じで。とにかくやっぱ、オリジナルのね、ラインナップ、とにかくアイテム数の多さですよね、が特徴的。で、さらに、独自の共同開発とか、トップバリューの独自ブランド、自前の開発の能力と、やっぱ総合力で すごく攻めてきてるんだっていうのが、すごく感じるところだったんですけど、一つだけ、意外だったのは、お寿司のオードブルとかのあれは載ってないですね、ここに。こっちでは取ってないっていうのも一つちょっと特徴かなと思いました。なるほどなぁとは思いました。いやという感じでございます。
ということで、まあ、他のはね、あとはマックス・マリーさんをね、見て、やっていきたいと思います。一旦ちょっと、どうぞ休めてからにしたいと思います。何やかんや喋りとかやってますかね。この2週間どんだけ喋ってんだって話なんでね。はい、と。じゃあ、ちょっと、どうぞ休めます。はい、こんばんは。いいのか。続きですね。イオンのね、続きでやってますね。今度はマックスバリュー見ていこうと思うんですけど、ちょっとね、マックスバリューさんなんですけどね、見ようと思ったんですけど、電子カタログが実は公開されてないんですよね。マックスバリューの西日本とかだと、ネットショップのところで、そのまま受け付けられるようにネットショップの方に飛ぶんですけど、でネットショップのところから、受け取り店舗の選択とかができるようなところに、電子カタログがこちらっていうふうにあって、そこから電子カタログが見ることができるんですよ。さっき見たっけ。こんな感じでね、マックスバリューの西日本はこんな感じでもう電子広告があるんですけど、どうもね、マックスバリュー東海はもう電子カタログの、用意がしてないみたいで、もう店舗ごとにその店舗で受け取りができるやつのデータとかで、サイトでまとめてあるだけ、みたいなんですね。なので、ちょっとカタログがないのでね、ちょっと、すべてき、ごめんなさい、画面に出してない。こんな感じでね、だったんですけど、イオンから書いてねえや。マックスバリューは、ですから、一応あるんですけど、サイトはあるんですけど、こんな感じで、もう受け取り店舗とかの設定をして、そのまま予約手続きをしていくような、ところでないと、ちょっと、できないようになってるみたいなんですね。多分地域が広いんで、こんな感じで、静岡から、滋賀までね、山梨とかまであるんで、多分なんか地域によってちょっと違うのかな、わかりませんけど、こんな感じで、まあ、店舗ね、選んで、日付の指定とかも全部してね、やらないと商品選択はできませんよっていう形になってるんで、こんな感じで、ラインナップ、は出てきますよ。ね、ラフレーズとかなんでね、見てみたけど、ラフレーズはこの中になんで、基本的にはもう見覚えがあるやつオンリーになってるのかなっていうところですね。山崎とかそういうのがずらっと出てますからね。86アイテムってなってますけど、うん。デコレーションケーキとかも、これがいわゆる、でも、山崎ねとかもね、まあ、そのあたりのところなので、まあ、イオンのところで紹介したのと、そこまで違いはないのかなというところですね。名店ケーキとかも、うん、特にそうですね。うん。ですので、プチデコレーションケーキとかなんで、まあ、このあたりもイオンとそこまで変わってないのかな。イオンリテールさんとそこまで変わりはないのかなという、感じが、してますので、これでいいところになったらと。いうところですね。うん。で、同じように、カタログ、おせちのやつも、おせちもどうもカタログ、デジタルカタログは、もう作ってなくて、もう、宅配かどっか選べてて、それぞれに、ね、もうそれぞれの専用の商品ラインナップが出てくるっていうような構造になってるんで、カタログでこう見せてね、こう紹介できるようなのが、ちょっとね、なさそうなんですよね。なので、宅配だとこんな感じでわーっとあってっていう風に出てますけど、まあ、トップはいいね、やつとかなので、特に、カタログの方は、まあ、トップは国際ホテルとかがちょっと違うかなんですけど、でも、会心者とかこの辺りとかは、逆に他のところでちょっと見たかなっていうところがあったりするんで、こんな感じで見れますよとかで、サイトはね、貼っとけておきますね。気になる方はね、ちょっとそっちで見てもらって、っていう形になるのかなと思います。まあ、特になんか、こっちの方で触れとかないとっていうのは、まあ、カタログがないので、ちょっと触れようがないっていうのが、正直なところですね。そうですね。まあ、こんな感じでね、西日本はこんな感じで、受け取り店舗を選択するところで、もうカタログを見るっていうボタンがあるので、これで押すと、カタログがこう見れるんで、ね、こんな感じでね、見たらあれなんですけど、西日本はあれですね。まあ、こっちの方ではちょっと買えないですけど、うん。だいぶ、これだけとかよくあるやつかな。で、そのままあれですね、また押して、そのまま、選択してできるようになってるような感じですよね。こんな感じね。はいはいはい。
で、全部受け取りとかが設定できますよっていうような感じになってるんですけど、これがね、ちょっとね、東海だと、基本的にもうそのままカタログとの連動はもうなしでっていう形になってるみたいなので、もうこれぐらいしかちょっと触れようがないね。こんな感じでね、特にカタログデータとかも出てこないんでね。そう。で、具体的に全部入れないと、のも見れないようになってるんで、中央点とかやってくる。と、まあ、店頭受け取りのやつも出てきてますけど、まあ、トップバリューとか、特に、松浦商店とか、大場さんとかですし、まあ、特に、トップバリューも、ね、イオンの、あ、イオンリテールと、そんなに変わりはないはずなんで、オリジナルおせちが、いや、これで オリジナルおせちあるのか。ここに15,960円のやつはありますね。なるほどな。これが、まあ、フラグシップにはなってくるのかなっていうところですよね。なるほどな。いうところなのかなという、ところでしたね。はい。奈良県は、奈良県にまた買ってますのでね。っていう感じで、店舗ごとにちょっと設定しないといけないんで、基本的にはあんまり、ちょっとガッツリとして、見てやるのがあれかなということなんで、まあ、それぞれでちょっと気になる方、見ていただいたらいいのかなといったところで、取り入れておこうと思います。店舗を置いて、もらってくれればよかったんですけど、ちょっとね、もうちょっと、もしまた取りに行けたら、ちょっと後でまたあれですけど、ちょっと、今日ちょっとこの後はちょっと出かけれないんで、ちょっと別のやることがあるんで、ということでね、まあ一応こんなぐらいで、あとはそんなにイオンリテールさんとトップバリューの商品とかと変わりがなさそうなんで、まあこんなもんでいいのかなと軽く触れるだけで、言っとこうと思いますといったところです。意外とこの辺り西日本、東海、同じマックスバリューでも会社さんが変わるとだいぶやり方が変わるんだなというのがね、一つ特徴でしたね。っていうところかなというところで変でね。まあ、ちょっともう、わざわざと、まだ、これをまだ編集して出すってね、やっていかないといけませんからね。うん。まあ、他のところとかでもちょっと気になるのが出してたら行きたいんですけど、ちょっとね、いかんせん、この年末、1日5本投稿とかっていうね、プランの方もね、ちょっと、なんで、ちょっと編集もね、かなりがっついてやってますんでね、ちょっとね、追いついてないんでね。まあ、で、つので、まあ、またこれちょっとね、雑談になってきますけど、多分、今後のところで、年明けはね、ちょっとね、とりあえず、ショーツの、出す量とかも、多分ちょっと抑えて、恵方巻きになると今度、価格データとかのデータ入力とかがかなり必要になってくるんで、今回もカタログだけパパパーっと見てね、やってましたけど、恵方巻きの方は全部ね、価格データ入れて平均数値とか全部出してやってますから、かなり時間、実はあっちの方が時間がかかりますんで、そっちのね、準備をするのにね、やっていかないといけませんので、ちょっと、多分、ちょっとね、通常動画の、ね、投稿本数をね、今みたいにこれ1日5本投稿とかはさすがに無理だと思いますんで、というかね、TikTok の投稿にも多少ちょっと影響が出てますんでね、1日3本投稿ベースでないと、ちょっと管理が難しいってことが分かったんで、うん。多分ね、普通にバシバシバシってその日にね、作ってその日にあげてくよっていう人だと、1日4本投稿とかね、問題ないんでしょうけど、要は簡単に言うと、10日間先までのデータが投稿できる。で、まあ、うち1ヶ月単位で基本管理してるんで、うん。もう、特にデータ、出来上がってるデータを、さあ、アップロードかける、i かけるようになったらかけるぞっていう感じでやってるんですけど、それが、10日間までっていう縛りだけだと思ったんですけど、で、最大30本までなんですよ。なので、1日4本、今みたいにね、投稿してると、1日4本投稿だと、40本になっちゃうんで、エラーが出ちゃうんですよね。で、投稿がちょっとできなくなってしまうっていうので、ちょっとトラブルが出てしまって、ちょっと管理がわたわたわたっとなったんで、3本だったらちょうどそれで、こっちの投稿管理タスクにの、ま、ちょっとこっちのタスクスケジュールのシステムの都合なんですけど、になってるんでね、ちょっと多分3本にしてくるのかなというかね、でないとね、1日4本だと何が起こるかというとね、1日に最低4個弁当食べないといけないですよね。で、あれ、撮影用に食べてるんで、夕飯とか昼飯はだったら別で食うんですよね。うん。だから結果的には1日6個とかね、弁当食べてるんですよ。いかんせんね、お財布がまずいことになってますんで、
いかんせんちょっと食べ、ね、回すためにとはいえ、とはいえね、それはね、さすがにね、ちょっと大変だな、ということになってますんで、うん。食費が大変なことになってますんでね。さすがにちょっと自炊とかも入れてね、やっていきたい、いいところがありますんでね。ってなると、まあ一日、ね、まあ日本とかをね、やっぱりベースにしていた方がいいのかなという感じでね、回していこうかなと思いますよ。まあそのためにはね、またそっちの方で、ね、また立ち上げて、ね、話してやろうと思いますけどね。一応ここでもちらっと報告どうという形で。まあとりあえずね、わっちゃわっちゃになったんでね、ちょっとクリスマスとかね、ちょっとね、もうちょっとね、突っ込んだところ、街のケーキ屋さんとかいろいろとね、できた方、さすがにちょっとね、回れませんでしたんで、他にも気になるところとかあったら、ちょっとまた、突発でパパッと上げるかもしれませんけど、ちょっと上げる時間もどれくらいあるのかわかりませんのでね、ちょっと、あんま確証が持ってないので、ちょっとまずこれでね、示させてもらうっていう形にしようと思います。またね、この後は、通常動画でね、年末年始でまたいろいろと、まあ、にしてね、まだね、まだゴールデンウィークの動画作ってますからね、いかんせんちょっとラグが空きすぎてるのに、間からね、思いついたネタをまた撮ってるんで、実は撮りだめがすごいことになってきてるんで、いい加減ね、ちょっと出して、そっちのロング動画のね、ちょっと投稿もね、ちょっとね、手こいでしないといけませんのでね、ちょっとそのあたりとかもね、って思ってたら、今度節分がやってきますんでね、恵方巻きがやってくるんでね、なかなか、上げても上げてもネタが、消化が追いつかないっていうね、状況ですけど、まあ、なんとかね、思いついたネタを全部やっていきたいなと思ってますんでね、どんどんね、本当は1日50本ぐらい投稿したいんですけどね。うん。それぐらいネタはあるんですけどね、1日50本投稿とかしたいなと思ってるんですけど、とてもじゃなきゃ無理なんでね、ちょっと、そのあたりとかね、うまいこと、ちょっと設計させながらやっていきたいなと思いますということでね、一応まずこの動画シリーズ、これで、ね、締めさせていただこうと思います。もしかしたら突破ってなかったかもしれませんけどね、という形で、一旦締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。いいのかな？なんかこの動画半分以上おせちとクリスマスケーキ以外の雑談してない大丈夫かな？気のせいだよね。うん。あといつものことか。